都内、某所にある、倉庫の中の、秘密練習場で、まあ、知られざるコーチというかな、まあ、知ってる人は知ってるんですけども、まあ、あのコーチに教わりまして、でちょっと良くなったかなというところです。で、あの、まあ、あの時あのカメラがね急戦後方からだったんで、まあ、何をやってたかというと、まあ、あの僕はですね、ちょっとやっぱりこう右の肩が上がって、構える傾向っていうかな、まあ、ちょっとリバースピボットになる傾向がね昔からあるんですけれども、まあそれが残っていたということだと思うんですけども、まあ一生懸命ね骨盤をこっちに寄せたりして頑張ってたんですけども、コーチにですねズバリ指摘されて、習ったことは、まあ、こう立ってですね、まあこう前傾してこう真ん中でこう手を叩きますよね。それを左の、股関節の前に移して、でここから右手を下にスライドさせて持つと、まあ、こういう、まあ、そうするとこの肩のラインが、右肩下がりになって、まあ、この上体の軸もちょっとこっちに倒れると、まあ、いうことを教えてもらいました。で、不思議なことにこのアドレスで構えると、今まで僕は結構ちょっと膝がねツーマッチに折れてたんですけれども、それが、まあ、解消しましたね。なんかこう、まあ、ここからこうねこのイメージで、まあ、こうやって、まあ、右肩を低く構えるんですけれども、こうやって構えるとなんか右肩が自然に伸びますし、なんかシャンとするんですよね、背筋もね。でこれでこのスパインアングルがありますから、このスパインアングル通りに、まあ、回っていけと、何もするな、まあ、ということでした。なので、まあ、こうやってこう構えて何もしないで、おお、シャンク、まあ、ちなみにこれは、まあ、ちょっとうち2番アイアンがないので、3番アイアン、この増田のプロトタイプアイアン、これ結構薄いんですけど、まあ、ロフトも、まあ、立ってますし、まあ、練習にいいかなと思ってこれを使って練習するようにしました。はい、センターからこうしてこのイメージね、でこのイメージで構えます。はい、で構えて、でスパインアングルを変えずにいって、よし、結構割とこのアドレスは自分の中にスッと入ってきましたね。スッと入ってきて、うん、割と違和感がないっていうのかな、うん。さあ、そして今取り組んでいることは、実はあって、まあ、2つポイントがあります。一つはですね、まあその左の脇の締め方ですよね。で、実はその倉庫のコーチにドライバーも教えてもらったんですけれども、そのやっぱりその指摘されたのは、やっぱりこの左の、脇が締まった状態でここから守ってくるということですよね。で、その時にすごいいいイメージがあって、吉田和孝プロが僕にこういうことを教えてくれました。この、まあ、締まった状態で絶対にこの体の枠からこの左脇を外に出さない、なおかつもうどちらかというとこの左腕をもう右の方に置いとくイメージで使うということを教えてくれまして、でこれをねやると非常にいいです。非常にですね、これを、まあ、要はここから上がりますよね。そしたらもうこの状態、まあ、この体のセンターよりこの腕がほぼ右にあると思うんですけど、この状態のまま、まあ、使って下ろしてくるということなんですけれども、これをやるとですね、結構ミート率がいいぞということです。よし、あ、ちょっと靴がベコベコいってる。靴がね、なんか本当はやっぱ右の靴がねベコってなるんでね、ちょっと思いっきりすると怖いんですよね。よし、昔はそんなこと全然ね気にならなかったんだけど、よし、
このアドレスは本当いいよね。スッと構えてきて、まあ、何もしない、何もしない。そして、まあ、実はここでこの行く左腕とこの左の膝で引っ張り合いを作っています。まあそれをやることによって結構トップがコンパクトなところに収まるようには実はなってるんです。よし、いきます。何も、よし、感じ、うん。さあもう一つ実は、まあ、今ちょっとできてないですけどやろうとしていることがありますんで、それはまた、お話ししようと思います。さあと言いながらもちょっと一発できるかやってみよう。こうして、こうして、はい、アドレス OK かな。あ、できた、今のはできたよ。